重要文化的景観は、日本の景観計画区域、または景観地区内にある文化的景観であって、都道府県、または市町村が保存措置を講じているもののうち、特に重要なものとして、文化財保護法第134条第1項の規定に基づき国が選定した文化財である。近年、開発によって地域の個性が失われていく中で、 棚田や里山といった人々の生活や風土に深く結びついた地域特有の景観の重要性が見直されるとともにその保護の必要性が認識されるようになったこのような流れを受けて2004年6月9日に交付され2005年4月1日に施行された改正文化財保護法では第2条第1項に文化的景観を 文化財の一領域として加え、同交第5号で、地域における人々の生活または制御を呼び、当該地域の風土により形成された、景観地で、我が国民の生活または、制御の理解のため書くことのできないものと、文化的景観が定義された。また、法執行上の規定として、第8章に重要文化的景観の選定。 現状変更の規制等に関する規定が盛り込まれた。同法第134条第1項においては、文部科学大臣は、都道府県、または市町村の申し出に基づき、都道府県、または市町村が定める、景観法に規定する、景観計画区域、または景観地区内にある文化的景観であって、保存計画の策定、条例による、 保護措置などの条件を備えたものの中から特に重要なものを重要文化的景観に選定することができるとしている。重要文化的景観選定基準では文化的景観を重要文化的景観に選定する場合の基準が次のように定められている。重要文化的景観の選定の申し出を行う都道府県市町村が講じる必要がある。 文化的景観の保存のための必要な措置に関する基準が次のように定められている。文化的景観保存計画を定めていること、景観法、文化財保護法、都市計画法、自然公園法、都市力地方その他の法律に基づく条例で文化的景観の保存のための必要な規制を定めていること文化的景観の所有者または権限に基づく占有者の使命。 住所等を把握していることこの法律に基づいて、2006年1月26日に、滋賀県大見八幡市の大見八幡の水橋が重要文化的景観第1号として選定され、以後、2021年10月現在で合計71件が選定されている。なお、夏季の選定日は、官報告示日になる。 平成17年文部科学省国示第46号、重要文化的景観に係る選定及び届け等に関する規則第1条第1項、五島宿下等の文化的景観、文化遺産オンライン、文化庁、2021年5月20日閲覧、ありがとうございます。